ナンバーアンダーライン愛の INZM が WPVR トップ25リクエストソングで1位獲得。ファン歓喜。その理由と今後の展開を徹底解説。メンバーの努力とファンの熱い思いが実った瞬間。ナンバーアンダーライン愛の INZM が WPVR のトップ25リクエストソングで1位を獲得したという知らせは、多くのファンにとって大きな喜びとなりました。 この曲がチャートの頂点に立つまでの過程は、単なる成功の物語ではなく、メンバーの努力とチームワーク、そしてファンとの強い絆によるものです。3人のメンバーである平野翔、元優太、神宮寺優太の才能と結束は、この結果に大きく貢献しました。それぞれが異なる背景とスキルを持ちながらも、彼らは互いに支え合い、全体としての力を最大限に引き出すことができました。 このようなグループの成功は、ファンにとっても特別な意味を持つものです。まず、この結果がもたらす影響は、ファンのモチベーションと応援の力を一層高めるものです。ナンバーアンダーライン愛がトップ1を獲得したことで、ファンは自分たちの応援が直接的な結果につながることを実感しました。これは単なる偶然の成功ではなく、彼らの努力と信念が実を結んだ瞬間なのです。 ファンはアーティストと共に歩んできた道のりを振り返り、より一層強い絆を感じることができます。特に、SNS やファンイベントでの交流が増加し、ファン同士のコミュニティがさらに活性化することが予想されます。このような相乗効果は、今後のナンバーアンダーライン愛の活動にも大きな影響を与えるでしょう。ファンの期待と興奮は、新たなプロジェクトや次の楽曲に対する興味をさらに高め、 グループ全体の成長に寄与します。しかし、この成功は同時に新たな挑戦も伴います。トップ1に立つことは素晴らしいことですが、それは一時的な栄光に過ぎないという見方もあります。これからのナンバーアンダーライン愛は、この成功をどのように持続し、さらに発展させていくのかという課題に直面します。トップに立った今、期待は一層高まり、ファンや業界からのプレッシャーも増加するでしょう。 ここで再び、3人のメンバーの結束と個々の才能が試されるのです。成功の瞬間に浮かれるのではなく、さらなる成長を目指して歩み続けることが、彼らにとっての次なる目標となるでしょう。一方で、この成功はファンにとっても新たな視点をもたらします。なぜ、INZM はこれほどまでに多くのリクエストを集め、1位に輝いたのか。その理由を探ることで、 ファンはナンバーアンダーライン愛の音楽に対する理解を深め、より一層彼らのクリエイティブな側面に興味を持つようになるかもしれません。リリックの意味やメロディーの構造、さらにはパフォーマンスにおける細部の工夫など、表面的な魅力だけではなく、内面的な美しさやメッセージ性を感じ取ることで、ファンは楽曲との関わり方をさらに深めていくでしょう。また、トップ1という結果は、 ナンバーアンダーラインアイの今後の活動にも大きな影響を与えることが予想されます。音楽業界ではトップに立つということは次なるステップに進むための大きな足掛かりとなるからです。今後、彼らがどのような方向性で活動を展開していくのか、ファンや業界の注目が集まります。新たな楽曲制作、コラボレーション、さらにはライブパフォーマンスにおいて、 彼らがどのような驚きを提供してくれるのかが期待されます。また、トップ1を獲得したことで、海外での注目度も高まり、グローバルな展開への道が開かれる可能性もあります。国境を越えたファン層の拡大は、ナンバーアンダーライン愛にとっての次なる大きな挑戦となるかもしれません。さらに、音楽だけでなく、メンバー個々の活動にも注目が集まることでしょう。特に平野紫蛫優太、 ジングルジ・ユータという3人の個性がどのように活かされていくのかは、今後のナンバーアンダーライン愛の展開を左右する重要なポイントです。それぞれが持つ独自の才能やキャラクターは、グループの枠を超えて様々なプロジェクトで活躍する可能性があります。ソロ活動や他のアーティストとのコラボレーションなど、新たな挑戦が見られるかもしれません。ナンバーアンダーライン愛の物語はまさに今、新たなショーに突入したと言えるでしょう。 これまでの彼らの歩みは、決して平坦な道ではありませんでした。それぞれが個別のキャリアで培った経験を持ち寄り、一つのグループとして融合することは、簡単なことではなかったに違いありません。平野翔はその抜群のカリスマ性と演技力で注目を浴び、岸優太はその明るい性格とユニークなダンススタイルで多くのファンを魅了してきました。そして、神宮寺優太はその静かな存在感と音楽に対する情熱で、 ファンから高いい評価を受けていますこのように、異なる個性を持つ3人が一つの目標に向かって団結し、ここまでの成功を収めたことは、まさに奇跡的と言えるかもしれません。その奇跡は、INZM という楽曲を通じて具現化されました。この曲がリリースされたとき、多くのファンがその斬新なサウンドと力強いメッセージに驚かされました。それまでのナンバーアンダーライン愛のイメージを覆すような、 新しい方向性を感じさせる作品だったのです。INZM は彼らの成長と進化を象徴する楽曲としてファンの心に深く刻まれました。そしてその結果、WPVR のリクエストランキングでトップに立つという快挙を成し遂げたのです。ここで興味深いのはこの1位獲得がどのようにファンの心に響いたのかという点です。現代の音楽業界では ファンの支持が非常に大きな影響を持つことがよく知られています。特に SNS の普及により、アーティストとファンの距離はかつてないほど近くなっています。リクエストランキングのような形で、ファンが直接的にアーティストを支援できるプラットフォームが存在することは、ファンにとっても非常に魅力的です。自分たちのリクエストがグループを1位に押し上げる手助けをしたと感じることは、ファンにとって大きな満足感を与えます。 このようなインタラクションが、ナンバーアンダーライン愛とファンの絆をさらに強固なものにしているのです。しかし、この成功がもたらすプレッシャーも無視できません。今後の彼らにとって、トップ1という栄誉をどう維持していくかが最大の課題となるでしょう。音楽業界は非常に競争が激しく、今日の成功が明日の成功を保証するものではありません。特に、ファンの期待が一度高まった後、 それれれををを超えるる成果を求めららことが多く、常に新しいい挑戦を続けなければならななばのです。そのため、ナンバーアンダーライン I の次のステップは非常に注目されています。ファンはもちろん、業界の関係者も、彼らがどのようにして次の大ヒットを生み出すのかに興味を持っていることでしょう。さらに、ここで考えるべきなのは、INZM の成功がグローバル市場にどのような影響を与えるのかという点です。 これまで日本国内での活動が中心だったナンバーアンダーライン愛ですが、このランキングでのトップ獲得をきっかけに、海外のリスナーにも注目されるようになる可能性があります。実際、最近の音楽トレンドを見ても、j p o p や k p o p などのアジア系アーティストが世界的に人気を博していることが多くあります。ナンバーアンダーライン愛もその波に乗ることができれば、グローバルな成功を収める道が開かれるかもしれません。もちろん、 グローバル展開には新たな挑戦が伴います異なる文化や音楽の思考にどう適応していくか、また、どのようにして海外のファン層を増やしていくかが大きな課題となります。しかし、平野、岸、神宮寺の3人には、そのポテンシャルが十分に備わっていると言えるでしょう。特に平野紫は、これまでも海外での評価が高く、彼のパフォーマンスは国境を越えて人々に感動を与える力を持っています。 このようなメンバーの特性を生かしつつ、彼らがどのようにしてグローバル市場に挑戦していくのか、ファンとしては非常に楽しみなところです。また、彼らの成功が他のアーティストに与える影響も見逃せません。ナンバーアンダーライン愛がトップ1を獲得したことは、同世代のアーティストや後輩たちにとっても大きな刺激となるでしょう。特に、同じようにグループ活動を行っているアーティストたちは、彼らの成功に触発され、 新しい挑戦に取りり組む可能性があります音楽業界全体が活気づき、さらなるクリエイティブな楽曲が生まれることは、ファンにとっても喜ばしいことです。このように、ナンバーアンダーラインの INZM トップ1獲得は、単なる一時的な成功にとどまらず、彼らのキャリアや音楽業界全体に大きな影響を与えるものとなりました。ファンとの絆、次なる挑戦、そしてグローバル展開など、 様々な要素が絡み合い、今後の彼らの活動に期待が高まっています。これからの彼らがどのような方向に進むのか、ファンとしては見守りながらも、彼らの成長を共に喜ぶ瞬間を待ち望んでいることでしょう。このように、INZM のトップ1獲得は、ナンバーアンダーライン愛にとっての一つの節目でありながらも、同時に新たな可能性と挑戦への入り口でもあります。成功の裏には、 数々の努力や試行錯誤があったことでしょう。ファンの応援とメンバーの努力が一つになって生まれたこの成果は、単なる数字の結果ではなく、彼らの音楽に対する真摯な姿勢の証明でもあります。そして、この成功が今後どのような形で続いていくのか、それは彼らのクリエイティビティとファンのサポートにかかっています。最後に、この成功がどのように次のステップへと繋がっていくのかを考えることは、 ファンにとっても楽しみであり、また少しの不安を伴うものでもあるかもしれません。トップに立つことは、一つの到達点であると同時に、新たな挑戦の始まりでもあります。この瞬間をどのように乗り越え、さらに進化していくのか、それが今後のナンバーアンダーラインアイの物語の大きな鍵となるでしょう。ファンとしては、その成長を見守りながら、共に歩んでいくことができる喜びをかみしめたいところです。